どうも、どうもこんにちは。どう声変わりしましたしてないわ。はい、どうも、やっていきたいと思います。今の限界の低い声ね。高島屋のために飛行機乗んないといけないんだっけ。その前ちょっと装備整えたいっていうか、寝てポーションだけでも欲しいので、それで買います。まあ言った通り、宿屋で寝てアイテム買いました。どんぐらい買ったっけな。フェニックスのこう、まあまあ属消しほどほど、ポーションいっぱいって感じですかね。じゃあ乗りましょう。あ、コンフィグ変えてね。もう急に来るじゃん。コンフィグね、結構変えるのはねいいんすよ。どこから始まったか分かるから。まあ時間見たらいいんだけどさ。まあいいか、始めるか。土のクリスタルは？こいつの声どんなんだ。いつも変わるんだけど。ここにある。朝倉はどこだ。うわ、慌てるな。俺の低い手ついてこい。なん勇気士ってだけでさ、ポイント高いのにさ、なんなんあいつ。しかもなんかライバルキャラとか、どここれ。なんだあの左のやつ、ボンバーマンで見たことあるぞ。どこに隠れようと。お前も一緒に来たんか。しろゴルベーザ様が一言お礼が言いたいそうだ。ゴルベーザ怖っ。ゴルベーザのテーマこれ。ベーザベーザゴールゴールゴルベーザー。私の礼を受け取ってほしい。ゾットの塔の最上階にいる。ここまでたどり着ければ朝倉の命とクリスタルを交換してやろう。前来てまた交換しようぜ。なんかポケモン通信みたいな感じでさ、交換アダプター持ってこいって。ケーブルさあ登ってこい。なんでさちょっと鍛えようとしてくる。え、ここはゾットの塔。うわぁ唐突。パープルババロは美味しそうじゃん。仕方ねえな。戦ってっか。もうどうせ、あ、くそ、効かねえよな。効かねえよな。これガドベド専用じゃん。何効くんだろう。サンダー、まあ、魔法だろうな、とりあえずな。こういう時は、シノの調べるで全てがわかる。全てまるっと見通し。おい、正気か。マジかよ。我慢。早く見なさいよ。炎に弱い。なるほど。防御力アップ。防御と何が違う？じゃあファイヤーしよう。どんぐらい効くんやろ。ラとか一気にやったらいいのこれ。てかめっちゃ時間かかるな。早く。わあ、全然や。でも2回ぐらいやったら倒せそう。うわ、強。本当にこれ、防御してんの？え、聞いてる気配ないけどな。え、今何？今成功したんじゃない？バリア。ブキョイ！なんちゅう声出してるんや。よしよし、ガード強え。やっぱガードなんやな。いい感じに暗い。おぉ。でんでん、うんで、うんで、うんで、でん。全然効かんわ。いや、マジ強えな。キョクイーン！キョクイーン！いや、バーバロは強っ！マジか。スプライトも1000超えてるじゃん。いつの間にか。よし、ナイスナイス。ブリンクさ、てか、さっさと打てればいいんだけどな。これ3回やるぐらいやったらファイル1回やった方が絶対お得じゃん。どんぐらい食らうか知らんけど、お指導上がるし。いいじゃん。お、ぴったせん。よし。ここにも実はあるんだよね。これ銀のリンゴってどんな効果があるんだろうな。全然予想もつかんす。いや、指導狙われすぎな。指導じゃねえわ、スプライトだ。はい。ああ、もうマリオネイター、マリオン、やばいな。やばそうじゃん。ま、ぶん殴るか。ぶん殴れるだろ。まあ、調べよう。とりあえず調べよう。え、お、弱い。
なんかあいつじゃん、シャドウハートのやつだ、ペペットや。炎に弱い、なるほど。じゃあ炎だ。ファイラ、ファイラ使う。混乱した、妖精の爪の効果めっちゃいいやん。見た目なんか確かにです。ええめちゃくちゃバカやん。マリオンの気持ち考えてよ。誰に操られたらいいのって顔してるやん、あの子。いや、マジかい。ガドベド。一回もやん。で、シドずっとシドのまま行ってんだから、いいか。シドはシドだろ。なんかもう、逃れられない感じするし。シドはシドっていうさ、変え損ねただけなんですけど。宝箱。二回、嘘やん。うわぁ、もう。ちょっと探索しきってない。かっこよい。なんだこれ、ブリーズビースト。ブリーズ。なんか強そう。なんかこの辺のやつ全員火が苦手なとかある。まあ怖いな、ちょっと。一旦置いとこう。何聞く、何聞く。うわ、炎弱いんだ。ファイガーやろ。いっそファイガーの方がいい気にしてきたわ。いやーって、やっぱ攻撃力高いな。防御力がないんだよな、俺ら。って、マジで、てか、スプライトマジで何ができるの装備。シュワシュワ系装備しかやってねえじゃん。ささイェイ。ケンタウロスナイトは別に弱点なさそう。スプライト、やばいな。やばい、大変だ。あ、もうない。もうないぞ。やばい。もうない。やばいだろ、これ。マジ？帰れないって。マジかよ。正気のサタンさんかよ。はい。はぁ。下行ってみっか、ちょっと見たいし。もし宝箱あったらマジでどうするよ、これ。ないです。くそー、無駄にした。エンカウントー、かっこいい。いや、シドマジ、あ、弱くない？妖精に弱い。いや違う、単純に弱い。攻撃力バカ高系やな。200ぐらい食わしてきたし、まあそういうことかもしれない。攻撃力バカ高系のモンスターや。ここら辺ってどんぐらいレベルがあったらいいんだろう。レベルだけだったら20、それこそこのレベルでもいけるんかもしれんな。ただいろいろなんか噛み合ってないとダメなんやろな。今俺みたいな感じで防具ないとかさ、やばいよな。囚人の服っていいんだろうか。距離によってか、逃げたい。受け入れよ。だから背中で受けた方がダメージ受けるみたいな聞いたんだけど、そうでもないんかな。てかガドウェド以外全員レベル、HP1000 いってるな。いいことよ。じいちゃんやからな、上がりづらいんかな、ステータス。可能性あるんだよな。はここに、え、レディーガーダー、エロ。赤色やから氷しか効きませんとかある。意外とありそうなんだよな。でも効いてなさそう、何も。弱点なさそう。よしよしよし。ありがて、弱点ないがね、一番安定する。気にしなくていいから。おーし、ナイス。妖精の爪、な、汚いもの持つみたいな感じでさ、剣持ってない、あいつサキイカみたいな剣。お、強っ。いや、俺殴ってないじゃん。あれカウンターでやってんのか。だとしたらやめていただきたい。アイテム、テント。2人で今日ここでキャンプしようねとか言う気あったかな。残念だったな。
は？地獄の爪。どうしてほしい？妖精だったり地獄だったり。あーまあ何がで、パーティーが変わってするのであれば、ちょっと待って、じゃあもう地獄の爪とかをなるべく前に置いとこうかな。交換できるように、とりあえずは何があるかわかんない。ふーんなふーん、うわ帰ろ。なんかもう嫌だ。なんかもう嫌なんだけど、考えるのが嫌だ。あんなめんどいわこれで。なるほど。階段で出てくるとかさ、ケルナグールじゃねえんだからさ、ならず物語ね。あ、ソーサルレジ超かわいい。ソーサルレジにかわいかったらやばくない？え、なにこの子、めちゃめちゃかわいいんだけど。チュキ、やっぱカウンターだよな。やっぱカウンターでやってきてるわ。弱点は特にない。代表作これと言ってなし。じゃあファイラで、ま、もうそう OK。 サイラです。残念だったな。やる相手が間違えているようだ。は？ちょっと待って、300いかれてる。こいつら、こいつらも攻撃力バカだっけとか。完全にパーティー変わってる。地獄の爪で一網打尽のスキャルべき。よしよし、いかんか。痛いな。魔法やりきったんかな。ソーサレディは、ソーサルレディ。でででで、やばい、つらい。単純に攻撃力メイン、スプライトは別に沈黙あっていい、困らん。むしろ沈黙でいいんじゃない。あいつ口うるせえしな。あいつマジ口うるせえしさ。あと、弁髪にしろ、弁髪にしろってさ。ラーメンマンかっつうのと。今もう、ガドウェドの怒り大爆発。陰口が止まらんわ。口が聞けないのにいいこと。よし。炎装備が潤沢になっていくな。え、なんつうの、フレームシールドか。うえー。防御力変わらんかったぞ。単純に炎のダメージ軽減になってきたか。いいことじゃん。え、マジいいことじゃん。で、ダンジョン投げくぞ。どっかセーブが欲しいぞ。ね、第一のハンマー。はい、交代です。シドです。は？なるほど。なるほどね。地獄の爪ってさ、デスとかある？ありそうだよな、デス。飛びすっか。効果あるなしじゃなくて、ちょっとだけ上がったな。まあ炎の爪も一応持っていっとこう。これ持ってって交換できるようにしとこう。ありそうない、これいけないの。あ、マジここだけ。うまー、敵か。司祭のローブ、ガドちゃんか、ウェドちゃん。よし、ちょっと増えた。ちょっと素早くなった。あ、これいいじゃん。オッケー。痛い、マジで。いや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 、早く。嘘。いや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 、あ、弱い。まあ、大事な攻撃、そんなしょぼい攻撃でよかった。オッケー。じゃあ地獄の爪に変えようかな。お、コテージ、ちょっといいやつ。スプライで一番防御力ないわけではない。あ、これ今いける。そう、大事な、これも無理なんか。うん、地獄の爪でいっか。多分即死やと思うよね。今司祭のローブをここで取ったからいいんだよな。オッケーオッケー。よし、次行こう。
頼む、敵出ないでくれ。はい、出た。パープルパープル、これ逃げよう。めんどくせえ。多分もう俺でも切れるとは思うんだけど、もう怖いからやめるわ。よし、セーブくれ。もうそろそろセーブでよくね。まだあんの、投げ。いやいや、つらいんだけど。いや、この近くにある扉、つまりセーブ。よし、よし、ありがとう。長かったな、今回も。テント、テント。テントしたか。ふぅ、疲れた。てか、結局あれじゃん。コマン、ウィンドウ変えてねえじゃん。じゃあもう一瞬だけな。一瞬。もうマジ、レアやから。じゃあ。ココティっぽい色作って終わろうかな。出たらあの絶妙な色作れるんだ。茶色みたいな。茶色って何？あ、あーいい。あー、赤っていう。いや、わかんねえよ、色合いがわかんねえ。なんかめっちゃ汚い。あ、こんぐらいじゃない。はいはい、できた。今回だけな。クソレアやぞこれ。見せちゃおうかな。ずっと10秒ぐらい見せちゃおう。でも我慢できる。終わり。よし。はい、終わりです。次回はここ5回以降やっていきたいなというふうに思います。それではお疲れ様でした。バイバイ。